Lida. そうですよ、こっちがいてたからね。あいさん見てよく、へでも平気だったでしょ。めっちゃいます。はい、はい、それヘツレイです。深いんで気をつけてください。まあ、ハマるのもありです。今なら。クマおらんな。なんか段差を浮いたりするのがしんどくなってきた。極力フラットのところは。おいしいよ。うん。定番の朝ハンバー。小熊っぽいね、でも。ちっちゃいね。うん。ちょっと見てる。お。いるやん。そうです。ここはね、涼しいんですよ。素晴らしい。この森の内を越えてね。森の内湾を奥まで行ったら。靴変えないといけないんですよ、はい、なのでそこで靴変えがてら休憩しましょうか。はい、熊の足跡や。たくさん子供ですね、これは。うん、こっちも子供の足跡です。ダイビングしたい。ダイビングしたい。よいしょ。おお、あの番屋が今日の泊まるところです。向こう番屋並んでるでしょ。あそこが今日泊まる場所です。はい、あれ例の番屋がない。え、番屋がない。はい、そこにあったんです。らしいんですよ。でも2つあるでしょ。
その水平方向にトラバス気味なんか一個あるでしょ。すげえ、でそこにトラバス方向にもう一個踏み跡があるんですよ。え？めっちゃ落ちてるそこ。そう、そこを登ってきたんです。去年。それほんまにやばいですよ。ほんま来たこと。あ、怖っ。風に煽られたな。どこやったっけな。トラバス方向にもう一個ね踏み跡があるんですよ。これ登ったんですよ。怖っ。よう登れたな。もう詰まってね。うん、ロープで。そう。あ、これフリーです。怖い。めちゃくちゃ怖かったですよ。まあ、落ちたら水やと思いながら。もっと大きい声出し。そんな進んでんねん。見えたよ。あー、まだ長いな。着いた。そうでしょ。歩きやすいでしょ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかこの真っ直ぐなとこがねえ、きつかった。着きましたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。頑張ったな。